この動画は実際に湯沢のリゾートマンションに住んでいる方たちにインタビューを行い、リゾマン暮らしのリアルを包み隠さずお話ししてもらっています。ぜひ最後までご覧ください。さてゲストをナナミンにお迎えしまして、リゾートマンションに住まわれている人たちに湯沢のリゾートマンション暮らしについていろいろとお聞きしていきたいというコーナーとなっております。お願いします。はい、じゃあもう早速質問に入ります。質問1、湯沢の、居住先ね、住まうところとしてリゾートマンションを選んだっていうのは何でですか？そうですね、私の場合ちょっと特殊で、1回目の時にそのマンスリーでもう2ヶ月っていう制限があったんですよ、会社で借り入れるっていうところがあったん で、はい、でそれで探してて、でちょうどコロナで民泊の貸してる部屋がもう借り手がないからマンスリーで貸しますよってこう出てたんで、それで問い合わせをして借りるっていうところに行ってありました。で、あ、なるほど、うん、でそこの生活が良かったから今シーズンも同じように借りれませんかっていうところを不動産屋に問い合わせをして、また同じようにマンスリー契約っていう形で借りさせてもらってます。あの多分あのレギュラーでというか、まあ、オフィシャルでマンスリーっていう、あの、賃貸契約って出てないかもしれないよね。そうですね、あえて相談してみたと。そうです。そしたら、はい、そういう形での契約をさせてもらえたっていうことで、はい、なるほどね。じゃあ、はい、家具家電が全部ついているとか、はい、それからそのマンスリー契約で、2ヶ月間っていう条件が揃ったりとかしたっていうことが一番の理由。そうですね、はい、すると、光熱費とかも全部込み込みになるのかな。込み込みです。なるほどね、はい、あんまりね数はないかと思うんですが、そういう形で借りられたと、はい、であればもうあれだね、選択の余地はないって感じだね。そうですね、なんか短期契約とかと比較しても多分同じ金額とかでいけるかなって思ったのと、はい、あと手間が、あの敷金礼金とか、水光熱の回線とか、そういう手間 も考えたらやっぱ今のマンスリー契約かなと思って、そのまま継続しました。なるほど、ありがとうございます。多分僕の周りでも、マンスリー契約でリゾマンを借りている人はいないと思うので、ちょっと特殊かもしれないんですけど、それ相談の余地はあるってことかもしれないですね。そうですね。なるほど、ありがとうございます。ってことは、まあもうそこ一点で来たってことだよね。そうですね、今回。じゃああんまり選べる部屋とかもなかった感じ？あ、そうですね。あ、でも前回が良かったからもう選ばずにもうそこっていうのを決めてました。なるほど、今年は即決。はい、ありがとうございます。じゃあ、次ね、今住んでるマンションの一番気に入ってるところはどこですか？気に入ってるところ、そうですね、やっぱり立地の良さが一番大きいです。あのやっぱ徒歩、公表だと徒歩8分なんで、その歩いて駅まで行けるっていうところと、あと友達を呼びやすい、はい、っていうところが大きいです。それは大きいね、はい、特に女性の一人暮らし、寂しい夜がたくさんあるから友達には多めに来てほしいもんね。そうですね、大きなお世話だよってボード仲間がいっぱい、そういうね、たくさん友達がいて、はい、ああそれいいですね。じゃあもうあの本当に願ったり叶ったりというか、条件はバッチリ揃っている場所を見つけられた。そうですね、はい、ありがとうございます。あ、大浴場があるのは大きいですね。やっぱボードしてると疲れるんで、それをなんだろう、毎日あったかいお風呂に入ってとかで癒されてっていうのが結構心地いいです。普通に埼玉の一人暮らしとかだとやっぱシャワーで終わらすのも多いんで、やっぱ疲れるっていうのがありがたい。ゆっくり湯船に浸かって、はい、マンションは温泉ですか？温泉です。やっぱりこう肌も肌ツヤも変わりましたから、くるんくるんカッサカサやないかいやいやいや失礼しました。やっぱちょっと違うのかな、温泉だとね。ですかね、多分そうだと思うよ、効果あると思います、はい、なるほど。やっぱり湯沢のリゾマンって言ったらね、もう大浴場、僕もずっと
一点張りで推してるんですけど、うん、大浴場があるっていうのがやっぱスーパースペシャル。次の質問はね、部屋の仕様を教えていただきたいです。間取り、まず間取りを教えてもらっていいですか。間取りは 1K で、はい、広さが25平米ぐらいっていうところ。まあ、じゃあ標準的な 1K ですかね。はい。で、暖房はどんなタイプの暖房ですか。石油ストーブって書いてありました。はい、でもこれも、うん、料金込みなんで、もう使い放題。使い放題。それあれ、給油しなくていい。しなくていいです。でも使いたい放題。はい、じゃあもう年中とこ夏。とこ夏。そうですね。すごい羨ましい。はい、なるほど、それ最高ですね。はい。で、キッチンは電気、ガス。電気ですね。IH です。IH でしたが、はい、電熱線ぐるぐるではなくて。ぐるぐるじゃないです。ちゃんと IH。IH、ちゃんと時代にマッチした調理器具になってたと。はい、お、それ素晴らしい。羨ましい、聞いてて。はい、へえ。ちなみに洗濯機置き場はある部屋でしたか。なくて、コインランドリーを使ってましたね。そのコインランドリーは、まあ、コインランドリールームが下についてる感じ。はい、はい、古いやつだった、新しいやつだった。そうですね、4台あって、うん、一番新しくて2011年で、古くて10年前。いや、そうです、うん、古くてなんか90年代の、ね、なるほど、骨董品みたいな。はい、じゃあちょっとあんまりこう最新ではない。そうですね、うん、まあ一人暮らしだったら足りるのかな。うんうん、あ、全然大丈夫です。なるほどね。はい、じゃあ特に実質になくても生活面では問題はなかった。うん、そうですね。これがね、僕たちのように家族になってくると洗濯物、特に子供がいるので量が半端ないと、その30年もののコインランドリーとかって正直使い物にならないところもあって、はい、ちょっと大変だなっていうのがあるんですが、うん、まあ一人暮らしだと、そうですね、うん、問題なかった。はい、はい、ありがとうございます。で、光熱費はじゃあ込み込みになっているので、特段いくらかかってるかっていうのは見えてない感じですね。わからないですね。まあ一つでも、その家賃にね、全てオールインクルードっていうのは、うん、僕ら、期間限定の短期移住者にとっては実はすごいいい、うん、賃貸契約の仕方かもしれないね。そうですね。羨ましい。しかも暖房がファンヒーターだし、石油ファンヒーター、はい、羨ましいです。ありがとうございます。次の質問に行きたいと思うんですが、リゾマンを選んで良かったところ、悪かったところを聞きたいと思います。まずリゾマン一択でもう住まわれてるので、うん、いいも悪いもないかもしれないんだけど、うん、まあ、特に今のリゾマンで良かったなって、まあ、さっきね、立地がっていうのも聞いてると思うんで、うん、それ以外のところで良かったなって思うことはありますか。毎日お風呂に入れる。そうですね、大きいですね。うん、あと私の場合はやっぱ家具家電とか、うん、調理器具とかも全部揃ってる状態で、身一個で行けたっていうのが大きいですね。なるほど。フライパンだの、包丁だのも一切用意しなくてよかったと。はい、ああ、なるほどね。それは一番、あれ、理想的な、僕たちにとしても理想的な仕様になってるかもしれない。はい、じゃあもう、いいとこ尽くしだね。そうですね。ナナミンが借りたマンション、リゾートマンションはね。はい。なるほど。じゃあ逆に、あえて待って、ここ、ちょっとな、嫌だったな、みたいなところが、もしあれば。今のリゾマンの、立地はいいんだけど、道中がすごい坂道なんですよ。うん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 、多分徒歩8分のうちの半分以上はもう坂って感じで。その坂は毎回きれいに除雪されている、そのツルツル。そうですね、除雪はされてます。ただ雪があってもなくても歩く角度が結構えぐくて、車入るのもちょっと一苦労ですね。そこ何、うさぎ飛びで毎晩毎日往復、巨人の星的な。いや、もう亀ですね、だとしたら。なるほど。じゃあ、ななみんところのそのマンションの立地的にどうしてもその坂、急勾配な坂があったと。ね、はい、もう逆に言ったらそれぐらいってことかな。そうですね。あとはもう他の条件が良かったんで、それぐらいですね、今思いつくの。うん、うん、全部我慢できるやつだわ。車持ちだと
そうですね、駐車場が大変かもしれない。入れたりするのがね、はい、その坂上がってくるパワーないとみたいな、はい、滑っちゃったりするかもしれないもんね。いや、そうですね、雪の時はね。そうですか。じゃあ、まあ、総合評価としてはかなりナナミの中では評価高いマンションなのかな。そうですね、うん、この生活以上を探すのが難しいかなっていう現時点は思います、うんうんうん、特にそれだけ条件が揃っていれば他のマンションをちょっとね、住んでみたいとか探してみたいっていうのもないぐらい。そうですね、今、まあ、住んでる部屋もその、うん、2年前ぐらいにリフォームされてて綺麗な部屋、綺麗な状態なんで、うん、もうそこも結構満足度高くて。なるほど、はい、築年数だとめちゃくちゃ古いんですけど、多分89年、1989年とか、はい、33年ぐらい経ってるってことかな。そうです、うん、そうです。考えるとそれでそんな建物だけど中はめっちゃ綺麗なんで、でも相当気に入ってる。気に入ってます。いいですね、はい、なるほど、ありがとうございます。今ユーザーのリゾマンを検討されている方、探している方、うん、または、2拠点生活してみたい、そういう人たちがどういうリゾートマンションがいいかなと思っている方たちに、うん、ナナミンからアドバイスするとしたらどんなことがありますか？そうですね、ユーザーって短期契約ができるっていうの結構大きいと思います。で最短が多分4ヶ月から契約ができるんで、うん、その、まあ、ずっと住むじゃないにしてもお試しで体験ができっていう感じで契約してみるのもいいかなって思います。なるほどですね、はい、ちなみにね、不動産屋さんによっては1ヶ月単位で刻みで契約することができる不動産屋さんもあるみたいなので、もしかしたら最短4ヶ月は一緒かもしれない。それは自分のプランに合わせて結構柔軟に、組み立てることもできるのかなと思うと、そういう、うん、賃貸借契約の仕方が柔軟にできるっていうところもまた一つユーザーの魅力かなと思います。リゾートマンションの魅力かもしれないですね。そうですね、はい、というわけで、ぜひリズアワのリゾートマンションを検討されている方は、ちょっとナナミンのね、今日のお話からアドバイスになればいいかなと思っています。はい、というわけでいろいろとたくさんインタビューありがとうございました。ありがとうございました、はい、また次の冬ぜひユーザワで、はい、今度は一緒に滑りたいですね。あ、そうですね、はい、ぜひぜひまた会いましょう。はい、はい、では今日のインタビューは、リゾマン生活者インタビュー、ナナミンでした。ありがとうございました。Dude, that father is 10 年permed.